はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リーです。さあ本日なんですが、今ね、今現在まあ皆さんもランクマ頑張っていらっしゃるかもしれませんが、ランクマでも非常に高い勝率を誇っている、まあ大体今勝率8割ぐらいをね叩き出しているあの最強の考古幕デッキ、怪獣大決戦 with アレイサデッキ、まあ通称怪獣召喚獣デッキをねご紹介していきたいなと思います。うちの幹部会にですね、竜の幹部会っていう、まあ、そのメンバーシップやってるんですけども、怪獣のプロがいましてですね、その怪獣のプロが編み出した、怪獣と召喚獣とデストロフェニックスガイをぶち込んだ、怪獣召喚獣というデッキ、これね、バリ強い、バリ強いわ、バリ強い。結局ですね、高校まくりに怪獣はめちゃくちゃ相性がいいので、高校まくりデッキとは結構ね、まあ、組み合わせられるかなと思うんですけれども、このデッキのね、まあ、何が強いかっていうと、やっぱりですね、一枚書道がちゃんとあるっていうところですね。怪獣デッキって意外と一枚書道ってあんまなくて、なんか結構コンボパーツとして、まあ、未開域が入っていたりとか、あと、なんですか、レベル8を2体並べて、まあ、ランク8っていう動きをしていくことが多いと思うんですけれども、まあ、このデッキのやっぱり素晴らしいところは、この召喚獣アレイスターっていうモンスターで、まあ、その融合モンスターを立てながら、相手のモンスターは怪獣で背負っていけるっていうところですね。これが素晴らしい。でですね、結局怪獣デッキを使うにあたって何が一番強いかっていう、何が一番強いと思いますか皆さん、怪獣カードの中で。これね、結局ね、共闘ウォーターフロントが一番強いんですよ。これめちゃくちゃ強くて、やっぱりフィールドのこのカードが破壊される場合に、まずこのカウンターをね、取り除けるよっていう、まあ、そういう破壊体制があるから、まあ、そもそも論結構破壊されないっていう、このカードが。で、残ってるとめっちゃ強くて、一旦に一度怪獣カウンターが3つ以上の場合、怪獣をサーチできるっていう、クソぶっ壊れ子持ってるんですよ。毎ターン毎ターン怪獣をサーチできるんですよね、俺。貼っておけばほとんど。これがバカ強い。で、相手のモンスターを怪獣で背負って、で、自分も怪獣出してぶん殴っていくっていう、そういうね、動きになっていきます。で、今回はね、召喚獣が入ってますんで、メルカバーとか、この辺のモンスターたちを出して、ぶん殴っていけるっていうことにプラスして、まあ、最強モンスターですね。ここと、ここで、融合召喚して、これが出るっていうことで、今さ、なんか召喚フェニックスみたいなめっちゃ強いじゃないですか。結構。あんな感じ、イメージは。召喚フェニックスしながら、余ったところに怪獣ぶっ込んで、相手のモンスター背負っていきましょうっていうデッキですね。これが使ってて本当には強くて、まあ負けなかったんで、ぜひ皆さんもね、作っていただきたい。ランクマ潜るんだったらめちゃくちゃおすすめ。プレイングもそんなに難しくないしね。うん。早速ね、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。はい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 。まあ、ニビルク、まあ、アルマゲドンをね、していきましょう。はい。もういくらでも展開してください。ラッシュラン。おー、いいじゃないですか。これはアルマゲドンが刺さりそうだぞ。草原はね、竜炎から入れないと、まあ、バロネスから入れないと、まあ、ニビルケアすること結構難しいと思うので、まあ、その辺のね、クソ展開をして気持ちよくなってるところに隕石降らして隕石降らして分からしていこうかなと思っております。さあタイヤ君いいでしょう。さあタイヤ君効果発動して、さあ除外して、これはあれですね、妨げられた怪獣の眠りあるんで、割とトークンの打点高くなっても全然大丈夫だと思うんで、まあ、いつ出してもいいかなと思うんですが、とりあえずここで石章が出てくる。石章が出てきて、石章とバキアの効果が発動していく。で、ここでしっかりとチェーンを切ることによって、ニミルがあることを読まれないプレイング。まあ優先権渡っちゃうからちょっとだけ。まあ、分かっちゃうんですけどね、一応。これさ、なんかその、なんか優先権渡った時に相手のターン、相手のその優先権が渡った時に赤く光ったり、自分のところに優先権渡った時に青く光ったりするじゃないですか。これなくしてほしいですよね。これがあるから相手に手札誘発があるかどうかがバレちゃうんですよね。なんかちょっとのラグでよくて、なんかもう必ず相手の方が光っちゃうからさ、こうやって今さ、赤く光ってんじゃん相手が。これ相手の方に優先権がある状態なんですよね。で、その後にちょっとこっち側に移っちゃうんですよ。すぐプッって、青い光が。あれやめてほしい。マジであれがあることによってニビルがあることがバレるから、まあ、今は多分バレたけどね。まあいいでしょう、バレたところで。で、ここでバロネス出されると終わるんで、さあいけ原始生命だニビル。うおーうおー、隕石爆弾ドーン。気持ちいい、気持ちいい。
気持ちいい。この瞬間のために遊戯をやってる。この瞬間のためだけに遊戯をやってると言っても過言ではない。さあ、足の効果いいでしょう。除外すると源流族を特殊召喚できるんでしたっけ。そうですね、はい、源流転移を出せる。はい、どうぞ。よろしい、構わないよ全然。まあ、もう言うはずないから自由に動いていいよ。ここからあれかな、トークンで、あのリンクスパイダーからのフュージョンデスティンみたいな。転移の幻想、あれだっけ、転移使うとなんか転移しか出せないみたいな、なんだっけ。さあ、とりあえず幻想出てくる。で、あ、それ使っちゃうの、ビシュだ。あ、2ビル戻す。あ、リンクスターになるのが嫌だったんかな。まあいいや。言うてですね、クソレデカトークンは、まあ、割と最強カードで処せるんで、まあ、問題ないかなといったところ。あ、まあ、京都ウォーターフロント発動ですね。京都ウォーターフロント発動を、なんもない。じゃあ、京都ウォーターフロントからの、大怪獣、大怪獣決戦過去自作自演をして、大怪獣決戦過去自作自演発動。ここにウララって言われると結構意外と厳しいところありますけどね。あー、うざいね、めんど。おい、やるな、マジか。お、強いな、反応やるやんけ。まあ一応アレイスターからの怪獣は持ってこれそうなんで、まあ頑張りますか。とりあえず召喚師アレイスターを召喚、召喚師アレイスター一体でリンク召喚アルテミス。はい、これアルミラージ一応入れるとプレガトリオもできるんですけども、まあちょっとブルガトリオパイセン出すまでもない、ないことが多いかなという話があるんで、ここでメルカバーか、魔術発動、召喚魔術効果、アリスターと何らかのモンスターで融合していくぞ。これで怪獣持ってこれるんで、まあ、そうですね、まあメルカバーでいいでしょう。あ、石章除外できるんですか。じゃあ石章除外します。やった、石章除外できるのでかいな。はい、これで蘇生できませんからね、なんだっけ、竜装大剣門みたいな、なんかあのカードで。さあ、じゃあメルカバーを爆誕させていく、ゆくゆくゆく。そして、京都ウォーターフロントの効果、怪獣モンスターを1枚サーチすることができるぞ。どうしようかな、これ怪獣、あ、でもあれか、どうせもう効果使わねえから画面シェアでいいか。ちょっとトークン突破できないんで画面シェアにしましょう。で、先アレイスターの効果発動しないと画面シェアで止められるから、これ忘れるんでね、マジで。画面シェアくんの無効効果は相手に送りつけた時にも使えるんで、これめちゃくちゃ注意してください、これ。画面シェア出す時は。マジでね、ちょっとやばいことが起きることがあるから。んで、あのセットカードはなんかどうでもいいカードそうなんで、一応画面シェア出して。はかなか抹殺とかあったなんかチェーンあるから、なんだろうな、あれですかね、なんでしたっけ、案件そ、総剣安定みたいな、ああいう系のカード、ちょ、わかんねえ、あれ普通カード何あれ。とりあえずぶん殴っていく。あぶねえ、これで画面シール残るとマジでやばいこと起きるんで、まあ、今回はこれでこんぐらいで勘弁しといて差し上げましょう。でですね、まあ、これでエンドか。もう一回2ビルあるし、なんかよくわかんないけど戻してくれたから。戻してくれたから、ちょっととりあえずあの2ビルぶち込んでいくわ。なんか置いといてやったのにね、あれね。なんか、ビッシュだ。なんで使ったんだろう。これ、メルカバーの効果と2ビルの効果、両方とも超えないといけないから、結構相手大変なんじゃないのこれ。ビッシュだね。これ、残しといたら、サンダーボルト。お前すいませんでした。いや、ありません、魔法カードは。すいませんでした、反省しております。墓穴ね、はい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 、了解。墓穴でメルカバー、何てめえよくも、てめえよくもやってくれたじゃねえかよ。おい許さねえぞ、俺のメルカバー除外しやがってよ、クソがよ。何、えアドバンスセット、アドバンスセット、何アドバンスセットって。双剣デッキでアドバンスセットなんかあったっけ。死者数でも来たわ。双剣デッキでなんかアドバンスセットなんかあったっけな。まあいいや。龍炎か、龍炎だな、多分龍炎だな、多分龍炎ですね。あのアドバンスセットの龍炎しかないですよね。なんかやばいモンスターいる。なんかさ、カオスポットじゃない、なんだっけ、
大スポットとかそういうの入ってる、もしかして。ちょっとわからねえ。多分龍炎だと思うんだけどな。でも龍炎だったら残しとく気がするんだけどね、俺普通に考えて。まあ、ちょっと一回アレイスター召喚するか。アレイスター召喚して召喚マイス持ってくる。いや不気味すぎ、ワロタで魔術打つ。まあ、次のターン無効になるとはいえさすがにメルカバーですよね。まだあのアルティミスちゃんとアレイスターで、寝ていただいて、アレイスター君 と, メル、アルティミスちゃんと寝ていただいて、夜の営みをしっかりとやっていただいて、でこれでメルカバーを出していく。まあ、次のターンになったら無効の消えるもんな。で召喚魔術を回収していく。ういおい。で妨げられていく、妨げられていく。でこれでこうする。でリリースしてこうする。はい、リュウンでしたね、リュウンでした。はい、なるほど。でサンダーザキング出す。皆さん知ってますか、こうレベル92体並んでるんですよレベル92体並んでるやばくないですかこれ。何言ってるか分かります？そうなんですよ。はい、ちょっと必殺技見せますね。怪獣召喚獣竜必殺技見せます。まあ、とりあえずね、まずラディアンをショールで、メルカバーでぶん殴る。はい、で圧倒的先、あ違う、これアナコンダもいきます。アナコンダもいけるし、なんと史上最強のモンスターである、この VFD という史上最強のモンスターもいけると。はいはいハハ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 ハ。で史上最強のガメちゃん出して、でこれで相手の効果何でも無効が2回に、VFD で特殊召喚攻撃封じです。あ、効果発動攻撃封じです。はい、これがね怪獣召喚獣のパワーですね。エンドフェイズです。はい、どうぞ。なんかできるもんならしてみなさいなんかできるもんならしてみやがるバカ誰が。これ何、総計って何言ったらいいのこれわかんねえ。これ水でいいか、バクやかなんかの水にしとく。ちょ、なんでもいいやこれ。一応龍炎のあれか、炎か。ちょ、まあいいや、炎だな。はい悔しいでしょうね。さあ割とハンドは悪くはないが、悪くはないが、手数は結構多いですね。これ怪獣でしょってしょって、ライストもあるし、召喚獣かのフュージョンデスにもあるし、まあ、手数はすごい多そう。バロネスは全然大丈夫。なんでかって、怪獣が2匹も来てるからね。余裕なんですよ、相手の怪獣なんていうものは。ちなみに、無効化してくるようなモンスター1体だけだったら、普通に怪獣しょってライトニングストームで終わらせます。世界を。これがね一応ね双剣の動きとしてはまあ一番理想的な展開ですよね。これニビルケアして、でまあ自由に展開していくみたいなね。はい、でタイヤで赤章も出てくるのかな。これは暗転がちょっとめんどくさいですね。まあ暗転があるんだったら一回怪獣してから、まあライトニングストームブッパーでいいかなと思うんですけども、まあ、とりあえずレベル4のモンスターとレベル4の中2体並んでいく。でここで赤章を出していくか。さあ赤章、多分攻撃表示なの、攻撃表示で、攻撃表示熱い。あー守備表示、こいつライトニングストームケアしたがる。やるな、お前守備力せんだけどなそのモンスター、そのモンスター守備力せんだぞ。大丈夫か、普通にぶん殴られて負ける説あるぞ結構。それはまあいいか、なるほどな。で暗転ね、セットは暗転、なるほど。まあじゃあですね、一旦一旦まずちょっとバロネスさんにはどういていただくしかないな。バロネスはお前ちょっとそこどけそこどけでパッてやって、オッケー。はい、で安定があるんでしたっけ。ライトニングストームでいいですかこれは。ライストで後ろ破壊だなこれは。ライトニングストーム、そしてマジックトラップカードをぶっ破していくスタイル。はい、で安定を破壊していく。そしてまずは怪獣でぶん殴っていくサルだこれ。サンダーザキングバックターン。これどうせ赤章で無効化されるんで、これこのまんま殴ってちょっと
なんか何も動かせずに普通に展開していく説割とあるよね、これ。割とこれ分かったわ。これでこうするんじゃないですか。あ、これちなみにまたあれですけどね、あのメルカバー出して VFD ができますよね、このハンド。でメイン2入ってでフュージョンデスティもあるし、まあ、さすがにメルカバーとフュージョンデスティにあるから、まあ、あ、裏だね。なるほど。あ、OK、了解。なるほどなるほど。じゃあですね、まあフュージョンデスティに打って、圧倒的デストロフェニックスが出してでフュージョンデスティに打って、光属性はなんかあの相手の関所いるから別にいいや、まあ、手札から出てくるのちょっと弱いが、デストロフェニックスへ爆弾していく。はい。でアレイスターコストにしないして破壊しますか。一応ね、あのリンクスワイになったりとかするとまずいんでね、相手もアナコンド出してくる可能性もありますし。でこれでエンドで、今の本当はレベル9からの VFD デストロイができましたんで、 VFD デストロイが一番強かったですけどね、基本的には。まあ、メルカバーはね、あのエクシーズスワイになるのでめっちゃ強いんですよ。レベル9なんで、あいつのレベル最強なんだよな。セット、え、破壊されるけど破壊持ってんのか。何バトル、なるほど、バトル怖いね。なんだこれ、拮抗勝負とかやめてくれ。まあちょっと一気する、怖すぎる。白地 OK。 あー怖え。なんか相手なんかめちゃくちゃなことをしてくるじゃん、エンドフェーズ。まあこれは自分どうせ死ぬんで、まあ、自分ぶっ破するしかないと。あーやるじゃない、やるね。なるほど。あ、じゃあ危なかったね。 VFD してたら VFD ぶっ破されてたわ。なるほど、まあいいや。で破壊されるが大丈夫だ。デストロイフェニックスガイは復活する。さあ次のターン、俺はデストロイフェニックスガイの効果を起動し、スタンバイフェーズにこいつが戻ってくるぞ。クモグス、なにーなーにー、貴様なかなかやるな。やるやんけこいつ。クモグスだから出せないから、いやこれなかなかやりますね。こいつを出すしかないのか。はい、2100なるほど、盤面が結構崩壊してきた。俺も出すモンスターがいねえ。バトルするか。これでバトルしてぶん殴っていく。ちょっと2枚ドローした方がよくねえ、これ多分。2枚ドロー して妨害ないときついと思うんだよな。これ手札減らそう。クモクとセットって言いながらなんかしよう。ここでこうして妨害を引きて、なんかタイヤとか召喚から動かれるの結構きついから、なんかエフェクトベーラーとかでもいいけど、なんかそっち系のなんかその強そうなカード引いて頼む。アレイサーとかでもいい。ああ、増獣はいいね。増獣はいいんじゃない。増獣はまあめくれそうだからいけるでしょ、さすがに。これ強い、オッケー。増獣は多分さすがに通るから、これ、まあ、タイヤ召喚から動かれようとしても、まあ、増獣で2枚ドローできますし、まあ、怪獣もあるんで、まあなんとかなる。あー、オッケー。危なかったですね。ライトニングスもいいですね。じゃあ判定紹介しますか。最強のモンスター、クモグス。そして伊達が足りねえってか。ウルス黙れ、行くぜ。ゴキブリはアタッカー。ゴキブリはアタッカー。大前、ありがとうございました。よし。やはりこのデッキは強い。怪獣来すぎ怪獣来すぎると事故るんですよね、このデッキ。怪獣の枚数若干ね、多すぎるとこうなるんでね。無の煉獄は、なるほど。無の煉獄の効果でめちゃくちゃ引いていくようなクソデッキの匂いプンプンすんな。おい、なんだこのデッキ。緊急テレポート強そうじゃねえか。何、レベル9が2体来るぞユーマ。うわいやまあでもあれですね、怪獣で処せるんで、まあ悪くはないですね、ザビーストも。まあ攻撃できないっていうのはちょっとめんどくさいですけど、ドローフェイスに効果打ってくるタイプの人間だと攻撃できないからあれですけども、まあでも言うてそんなにやばいことは起きなそうな気がするけどね。ペインゲーナー OK。 ペインゲーナー、あれ VF でいいよ。ペインゲーナーにする意味あんの。ランクアップマジック、アージェントカオスフォース、わからんなんだこれは。ランク 12？ え、すごい。何これ、何する人、何するマン、これ。ブラックガーデン、やばいことしてる。
やばい、無限巨神ヌメロニアス、ヌメロニア来た。やばい、白騎士デスカリバーナイト。え、どういうことどういうこと、やべえ、わからねえ。強制転移、あー、なるほど、これあれですね、あのヌメヌメをしたい人ですね、これもしかして。これデスカリバーナイト強制だよね、これね。デスカリバーナイト強制、あ、だからあれか、効果使って、あー、なるほどなるほど、はい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 、なるほど。でデスカリバーの効果で相手破壊する、で破壊されてヌメヌメ出てくる、なるほど、そういうこと、あ、なるほどなるほど。でもあいつ1ミリたりとも耐性ないけど大丈夫。さあヌメロニアス、ヌメロニアが出てくる、これ無限巨行神ヌメロニアス、ヌメロニア来たから、無限巨神ヌメロニアスが破壊されると、無限巨行神ヌメロニアス、ヌメロニアが出てきて、なるほどなるほどですね。これそうだね、攻撃しなきゃ、これやっぱいくら読んでもこいつ再生ないんだよな。別に大丈夫だよ、あの怪獣でリリースしてやるよ怪獣でリリースしてやるよ、お前なんてクソ耐性、ゴミ耐性がよ。え、なに逃げるな、逃げるな、ひきょうもの逃げるな、なに、くっそ、あいつ逃げやがったぞ、あの野郎。え、でもこれワンキル取れればいいんじゃないの、だから。え、これワンキル取れればいいでしょ、これ。つまり、そうですね、どうしましょう。まあ、とりあえず妨げられた怪獣眠りすぎるんだってか。これ待ってくれ、これ大怪獣大決戦するしかないのか。大怪獣大決戦していくしかない。これってさ、バトルフェイズの終了時になんか発動する効果だから、バトルフェイズで相手のライフを削り切ったら意味がないですよね。相手はターン終了しますか。だからライフポイント削り切ればいいんだ。要するにライフポイント削り切ればいいということは、ブラックガーデンを発動させてもらって、まあ、とりあえずアレイさん効果発動する、アレイ効果で、え、これさむずいな。あのブラックガーデンも絶対にしょんないとまずいな。ブラックガーデンだけはしょんないと。ライトニングストームケアされてるのめっちゃうざいですね、これ相手のさ、遠くのせいでさ、ライトニングストームケアされてるのめっちゃうざいんだよ、これ。こうだな。で、ガヌちゃん出すでしょ。で、ブラックガーデン出てくるでしょ。はい。で、トークン出てくる。オッケー。で、とりあえず一回セレーネする。で、アクセスして、相手の、あれだな。ブラックガーデン割る必要があるな。ここでリンク召喚。魔法使い族モンスターを含むモンスター3体でリンク召喚。セレーネや特殊召喚。トークンも使ってめっちゃ強いですね、これ、セレーネ。トークンとリンク召喚したことあんまなかったんで、セレーネを。で、ブラックガーデン効果。またトークンが出てくる。で、セレーネちゃんの効果でめっちゃカウンター乗る。で、カウンター取り除いて、アレイスター特殊して。で、まず一回アクセスしよう。一旦アクセス。永続効果ってさ、チェーンとかいう話はない？これ、ブラックガーデンの効果はチェーンでいいやみたいな。ある？なんかアクセス。あんま関係ない。めちゃくちゃトークンが出てきた。で、アクセスコールトークン。アクセスコールトークン。え？これ俺ひらめいたわ。これ俺ひらめいちゃったかもしれない。もしかすると。これさ、どこらん炎属性じゃね？どこらん炎属性では。これね、皆さん知ってますか？炎属性とアレイスターで融合できるマジ最強モンスターいるんですよ。まあ、とりあえず一回ちょっと、ブラックガーデンはめんどくさいからあれ破壊しようか。で、アクセスコールとか効果。で、光属性モンスターをゲームから除外することによって、相手のカードを1枚破壊していく。で、ブラックガーデンを破壊。でだ、まあ、とりあえずパンクラトプスか出す。では、ドゴランも出せるから出す。はい。これはでもあんま関係ねえか。融合祭だから。で、召喚魔術発動。召喚魔術の効果によって、もちろん出すのは、おら、お前、あめんだよ。何がヌメロニアだ。行け大先輩、
召喚獣プルガトリオ、うおー絶対攻撃クソ雑魚トークン全部ぶん殴ってやる、バカだれが行くぜ。プルガトリオは全てのモンスターに一度ずつ攻撃をすることが可能、いいけプルガトリオ。そしてダメージステップですか、自分アレイスターぶん投げて打点を4300に上げていく、うおーおーらおりゃー対戦ありがとうございました。残念でしたね、逃げる卑怯者には制裁を与えなければならない。